はい、どうも、ティカでーす。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動していますので、今回の動画いいなと思ってくれた方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで今回は、9月20日の15時に登場となった中継ぎ12名の能力チェックやっていきたいと思います。はい、というわけでね、阪神は湯浅くんが来るんじゃないかなと予想してたんですが、アルカンタラ選手が来ました。で、まあメンバーを見てる限り、まあちょっとね、パリーグはあまり見てないのでわからないんですが、まあ7回、8回に投げてる投手が多めなのかなっていう印象はあります。それでは中継ぎ12名動力チェックやっていきたいと思います。どうぞ。まずは阪神アルカンタラ選手です。9位から74、76、75の制球型で、昇降で9位制球したみたいな全動値が狙えます。まあ、ここね、シリーグ1から制球がね、マイナス1されてて、制球 A は狙えなくなったんですが、逆にね、全動値狙えるようになったらいいところかなと思います。で、投手適正が、新たにね、抑え適正がつきました。まあ、ここに関しては、岩崎選手がね、抹消されてた時に代役守護神としてね、アルカンタラ選手が9回投げてたんで、抑え適正ついたのかなと思います。またね、抑えに置くには突合が必要です。で、球種の方は特に変更なくツーシームスプリット持ちとなってます。で、特殊能力が超ゴッ速球キレタイランナーとなっています。シリーズ1はね、脱三振とコントロール持ってたんですが、そこがキレとタイランナーに変わってます。まあコントロール切れたところがね、少し痛いかなと思いますが、キレがついたのはね、いいところかなと思います。続いて巨人今村選手です。9位から74、69、69の完全球威型となってます。シリーズ1だとね、制球が70あったんで、球威制球同値狙えたんですが、制球がマイナス1されたことに同値が無理になりました。で、投手適性は先発が S から C に下がったんで、先発に置くにはトツさんが必要になりました。で、球種に関してはそんなに変更はないんですが、ストレートとスライダーとカットボールの球威が少し落ちてます。で、特殊能力が脱三振キレ球持ちというわけで、援護がキレに変更されています。続いて広島ケムナ誠選手です。ケムナ選手1年半ぶりの S ランク登場となってます。で、能力のが9位から72、59、62というわけで、前回の登場より9位がマイナス3されています。で、投手規制が中継ぎのみで、球種がこんな感じとなっていて、横すら2種となってます。まあ、ただね、変化量がね、1と3なんで、まあそこまで強くはないかなとは思います。で、特殊能力が脱三振伸び荒れ玉となってます。続いて中日ロドリゲス選手です。9位から77、62、70の称号で9位 A が狙えます。で、能力の変更は特にありません。で、投手適性が先発適性が S から B に下がっていますが、B あるんで、まあ、特に限界突破は必要ありません。で、球種の方が強化されていて、ムービングの球威が D から B に上がっています。で、特殊能力が脱三振伸び要所というわけで、対左打者が要所に変更されています。続いて横浜エスコバー選手です。9位から81、76、70の完全球威型となってます。シリーズ1だとね、制球が78あったんで、球威制球 A 同値狙えたんですが、ここが狙えなくなっています。で、投手適性は中継ぎメインで突合で抑え可能です。で、B 級種以上は2つ持ってます。で、特殊能力が超剛速球対ピンチ伸びというわけで、脱三振が対ピンチに変更されました。というわけでね、まあ、対ピンチを取るか、シリーズ1のね、球威制球 A 同値狙えるところを取るかっていうね、難しい話になってきたかなと思います。続いて、オリックス本田選手です。9位から74、72、60の称号で球威制球同値が狙えます。で、シリーズ1とのね、能力の変更は特にありません。で、投手適性が今回新たに抑えがついています。で、抑えに関しては突合で置くことができます。で、球種はこんな感じで、まあ、特に球種の変更はないんですが、スライダーの球威が D から B に上がってます。で、特殊能力は超剛速球キレ伸びとなってます。続いてロッテ小野選手です。小野選手1年半ぶりの通常 S ランク登場となってます。で、9位から76、60、60というわけで完全球威型です。で、1年半前からね、球威がプラス2、制球がマイナス1されています。まあ、あとね、球威が1高ければね、球威狙えたんですが、残念ながら狙えません。で、投手適性が中継ぎのみで、球種がこんな感じとなっています。で、特殊能力が脱三振伸び対ピンチとなっていて、荒れ玉が消滅して対ピンチになってるのはいいところですね。続いて楽天ソンチャーホー選手です。9位から77、65、64の称号で9位 A が狙えます。で、シリーズ1からね、9位がマイナス1、制球がプラス3されています。で、投手適性は中継ぎのみで、球種がこんな感じで、 B 球種以上2つ持ちとなってます。で、特殊能力が伸びきれ要所というわけで、対ピンチが要所に変更されています。続いて通常初登場、ソフトバンク又吉選手です。9位から78、78、69の称号で9位制球 A 同値が狙えます。で、投手適性が中継ぎメインで、トツさんで抑えに置くことができます。で、球種がこんな感じで、 B 球種以上2つ持ちとなってます。で、特殊能力が超対ピンチ伸びコントロールとなっていて、キレがコントロールに変更されています。というわけで、シリーズ1で、ね、セレクション出てるんですが、まあコントロールがね、特殊能力についたっていうところがね、まあ強化かなと思うので、まあもしかしたら4100から4100に継承するよっていう方もね、出てくるんじゃないかなと思います。続いて通常初登場、日本ハム北山選手です。9位から76、61、65の完全球威型です。で、投手適性が先発中継ぎ抑え全てトツなしで可能です。で、球種がこんな感じとなってます。で、特殊能力が脱走
三振伸び対ピンチともなっていて対ピンチを持っています。続いて西武水上選手です。9位から77、64、61の称号で9位 A が狙えます。シリーズ1からね9位がプラス2、請求がプラス2されてね、まあ、9位 A 狙えるようになったっていうところは結構いいところかなと思います。で投手適性が中継ぎのみで球種がこんな感じとなっていて、まあ、B 球種っていうのはねカットボールだけなんですが、まあ、ストレートとねシンキングも D から C に球威が上がってるんで結構ね今後強化されていく可能性はあるのかなと思います。で特殊能力がキレ、タイピン、チュー、タレ強さとなっています。最後はヤクルト清水選手です。9位から80、77、75の称号で9位請求 A 同値が狙えます。シリーズ1だとね9位が79、請求が78だったんですが、まあデフォルトでね9位 A 乗ったのはいいところかなと思います。で投手適性が中継ぎメインで突後で抑え可能です。で球種がこんな感じで特殊能力が奪三振、対ピンチ、要所と左打者が消えて要所がつきましたというところでね、まあ今回は結構ね要所持ちが増えたなっていう印象です。はい、というわけでね、まぁ、ちょっと番外編としてね、他球団の下位ランクで気になった選手紹介したいなと思います。まずは一人目、柳選手です。柳選手に何が気になったかというと、新たにね、スローカーブがついたところですね。まぁ、このスローカーブがね、まぁ、どういう感じでね、リアタイに影響を及ぼしてくるかっていうところが一つ気になったところです。続いてね、二人目がオリックスの山本選手です。山本選手ね、ツーシームが D に上がってます。シリーズ1はね、E だったんですが、ここで D に上がった。ツーシームスプリットフォークっていうのはね、1やったんで、まぁ、この辺がね、どうリアタイに影響してくるかっていうところがね、少し注目ポイントかなと思います。でラスト3人目は則本選手です。則本選手ね球種の方がまたスプリットが返ってきました。で裏にね縦スラが移動しました。でチェンジアップがサークルチェンジに変更されています。というわけでまあこの縦スラがねシリーズ1と同様に高さ変えてもね変化量変わらないのであればまた強いかなと思いますし、またねスプリット返ってきたっていうところが一つ注目ポイントかなと思います。はい、というわけで今回は9月20日の15時に登場となった S ランク中継ぎ12名と他球団の下位ランクで少し気になった選手3名紹介していきました。いかがだったでしょうか。いやー今回ね、まあ湯浅くんを自分予想してたんですがアルカンタラが来たというわけで、まあ湯浅くんはいつかな、まあ釣りのね中継ぎで追加されたら嬉しいなとは思います。でこのねガチャが、全部ね9月27日の12時59分までというわけで9月27日に OB 一段がやってきます。で阪神だけなんですが OB の候補動画に関してはね、もう投手出てて野手もね今後出そうかなと思ってるんでぜひとも見ていただければなと思います。というわけで、ね、祭りの通常追加に関してはおそらく10月4日に来ると思います。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今年は年内チャンネル登録者数1500人を目標に活動してますので、今回の動画いいなと思ってくれた方はぜひとも高評価チャンネル登録よろしくお願いします。またツイッターもやってますので概要欄からフォローよろしくお願いします。それでは今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。